国連の気候変動サミットに出席した安倍総理は、地球温暖化対策で全ての国が参加する新たな枠組みが必要だと訴えました。2015年は人類が美しい星へと向かう岐路です。全ての国が参加する枠組みが必要です。安倍総理は途上国支援として気象や防災の専門家を3年間で1万4000人育成すると約束したほか、温室効果ガスの排出量を監視する衛星を打ち上げる考えを表明しました。ただ日本の2020年以降の CO2 の削減目標についてはできるだけ早期に提出することを目指すと述べるにとどまりました。その後、安倍総理は気候変動に対する防災対策などを議論する分科会で議長を務め、気候変動の影響を受けやすい小さな島からなる国に重点的に支援していく考えを強調しました。